あなた様、先ほどお話ししていた方はどなたなのですか？とぼけないでください。私ずっと見ておりました。胸の大きい女、身の丈の小さい女、口が汚い女、私以外の女があなた様と話すなんて許せませんわ。すぐに懲罰を。何でしょうこの光は。良いものが手に入りましたわ。この薬品で。クスクス。いったいな、どこに目をつけてんだ。クスクス。あなた、あの携帯を落としましたよ。あ、サンキューな。あんたももうぶつかんねえように気をつけなよ。あら、かわいらしい猫。おいで、撫でてあげます。しょうか。よしよし、怖くないですよ。可愛らしい子ですね。クスクス。お母さん。あら、子供の泣き声。迷子ですか。知らない人が、こ、怖いよ。やはり迷子のようですね。私がお母さんを探してあげます。だから泣き止んでくださいね。うん、ありがとうお姉ちゃん。あなた様、あなた様も手伝ってくださるのですか。お優しいのですね。さすが私の伴侶です。なあお嬢ちゃん、俺と一緒に遊ばねえ。何ですか、あなたは。私はこのお方と話をしているのです。こんな冴えないやつ放っておけよ。それより俺と。黙りなさいゴミ虫。愚劣なゴミクズの分際でこのお方を罵倒するのが胸クソが悪い。万死に値しますわ。めっ、なんか臭い水。てめえ喧嘩売ってんのか。黙りなさい。己が犯した大罪、自分の顔でも殴って反省しなさい。このお方への無礼、謝罪なさい。失礼しました。すみませんでした。申し訳ありませんでした。ごめんなさい。お詫び申し上げます。どこかへ消えなさい。
ちゃった。あの人どうしたの？クスクス坊や、あの薬はね、人を自分の思う通りに操れる薬なのよ。わあ、お姉ちゃんすごい。せっかくあなた様のために作ったのに、また作り直しですわ。それではあなた様、この子のお母さんを探しましょう。はい、お疲れ様。あんたが今見てたのはね、あんたとエリコの記憶のかけらを使って私が作った夢なのよ。でもエリコって怖いだけかと思ったけど、優しい一面もあるのね。見直しちゃった。でも人を思う通りに操る薬なんて一面もあるのよね。やっぱり怖いかも。ま、エリコの愛情に殺されないように頑張りなさい。じゃあね。私どうしたのでしょう。急に眠気がして、夢を、不思議な夢でしたわ。あなた様もいて、見たこともないところで、あなた様も同じ夢を。これは研究する価値がありますね。見たい夢が見られる薬。クスクス。そんな場合ではありませんわ。あなた様にまとわりつくメスどもを。あら、迷子でしょうか。仕方ありません。先ほどの3人のことは置いておいて、ひとまずこの子の親を探しましょう。